もボタモチです。どうぞ。これがジョーカーのボタモチか。開けてみよう。なんだこの服は。これは西洋の服じゃないか。力がみなぎってくる。今日の晩はパスタとカレーどっちがいいかしら。タナ、タナ、タナ。タナ、タナ。うん？誰か呼んどるの？タノ、ちょっと聞いて。タノ、何者だ。え、どうしたの。くせ者、出れ、出れ。時は1713年、美作の国のとあるお城に殿様がおった。和菓子が大層好きで、いつも通り和菓子を食べようと蓋を開けたところ、眩しい発光とともに現代へタイムスリップしたのだった。自らの服装が見慣れない現代の服装だったので、自らの立場に少しずつ気づいていくのであった。どうしました？わしは一人なんだけど。一人でいい？いや、私いますけど。なんだちみは。なんだちみはじゃなくて、そうです、私あなたの付き人ですよ。私秘書ですよ。ええ、どうした？お付きの者はいないのか。いや、私がやりますから大丈夫ですよ。何をそんな悩んでるんですか。どうしたの？ちょっと、え、どうしたの？どうの？どうしたものか。どうしたものよ。タノ、ちょっとあっち行きましょうか。ね、どうぞ。お手をどうぞ。はい、行きましょう、行きましょう。じゃ、こちらで。そういえばこの顔は見たことがあるかもしれない。ボタモチ担当の小僧。小僧、ちょっと待って、小僧。ボタモチの担当の小僧。あ、私小僧だったんですか。その小僧ではないか。まあいいか、じゃあ私合わせるのは寂しいと思うから。で、どういう風に、何したらいいですか。ボタモチをくれ。ボタモチ食べたい。オッケー。思い出すかもしれない。じゃあお店、お店は長いんです。もうかれこれ100年になる。100年までならないかも分かりませんけども、このおじいちゃんがおじいちゃんって、もう50年経ちましたからね。その前からここに来てお店をしてたの。酒まんじゅうは最近で、そんな古いことないんですよ。そうなんですね。酒まんじゅうはね、そんな美作のお酒を使って、美作よ、美味しいお酒があるでしょ、うん、あれ使っております、うん、それだけよ。お水は全然他食わないですよ、ね、うん、酒、お酒じゃないですか。子供さんとか食べれるんですか、ね、大丈夫です、アルコール飛んどりますから。あ、なるほど。なるほど、うん、あの美味しいお酒でございます。あ、秋です。お待たせしました。酒まんじゅう、どうですか、思い出しませんか、なんか。おお、そう、ちょっとの一口。食べよう。子供食べたいです。子供も。子供も食べたいです。中はこんな感じですね。ちょっとすべてお酒で作ってるので、なんか酒粕のいい香りがします。
うまい。ここまで、でもね、ちょっとやっぱりこの、こう入っとるよね。今もね、お客さんも来られてましたけど、すごい。で、ちょっと弾力もあります。そうね、なんか、まあ、ちょっと例えるのはおかしいかもしれないですけど、うん、あんまん好きな人は絶対好きみたいな。あ、そうだね、あんまんですね。まあ、全然違うけど、うん、そのさらに極まったような、うん、あのね、あんまん、あんこが甘すぎないので、私甘すぎるので食べれないんですけど、ここは食べやすいです。リピーターさんが多いっていう意味が分かります。ちょっとね、このギャラリーで写真を見ながら、ちょっとその思い出してください。なんか思い出せませんか？まだ分からない。思い出せるな。じゃあこのお母様が作った手作りの茶器で食べましょう。酒まんじゅう、どうぞ。じゃあどうぞ。あ、ありがとう。じゃあ私も一口食べて泣いてください。思い出しましたか？なんか思い出す。惜しいな。でも本当にいい香りですね、これ。いい香りでしょ。もう本当美味しいからね。お酒が美味しいから美味しいんですよ。お酒美味しいでしょ。このお酒すごく美味しいです。美味しいですからね。甘い。なんだろう、普通のお茶じゃない。思い出しました？うん、なんか城内、あ、じゃあこれも敷地内だったってこと。うん、ここね、ここから奥で敷地内で、うん、これが城山でね、こっちが太鼓山なんです。なんかさっきこのちょっと上の方に、うん、なんか三の丸跡地、あは、そう、ありましたでしょ、うん、書いてありましたよね。じゃあもう本当に城の敷地内、山城ですからね。やっといてもね、山城ですから、それはもう大して大きい。もう今何も残っておりませんけどね。ただこう石がちょこちょこ、でも一応石垣はあるんですよ。そう高い石垣じゃないですけどね。かわいそうな、昔ながらのこのなんか屋根がね、ちょっと出てるじゃないですか。そうそう、だからそこに巣作りそうですよね。巣作ったりね、この前のうちなんかある、空いとるでしょ。空いてます。抜いてから、あれは家を抜いたんですよね。それであそこにツバメがね、たくさん巣作ります。はい、いらっしゃい。よかったらこちらの美まさかのお酒を使った酒まんじゅう、ぜひご賞味くださいませ。